どうもボボビーアーボビーーーアトレザのです、えー、今日はです,ですね開始時間がちょっと一、ま、時間ぐらい早まりましたけどねちょっとあのこの後ちょっと疲れまして、えー、急遽ですね、えー、こ,うあのこうやって記録させていただきたいなと思いますのでねもしお時間がでフェイスブックが見てた見てて。 少しだけお付き合いいただければ幸いです。ね、またアーカイブであのゆっくりご覧いただいてももちろん、えー、ありがたいです。ねえー、今日はあ作品の話ということでですね、えー、ダーツケースですね、いうことを、えー、ですね、軽くね、えーおあのー、お話しさせてもらおうかなと思います。まあ、まあ、その前にですね、 えー、今日は、ね、311じゃないですか3月11日ねもう10年前ね、えー、すごい自信があってですねもうえらいこっちゃになりましたけどね、えー、その頃ねあれからもうあっという間やなと思いましてね、あのー、今でも鮮明に、えー、覚えてますね、えーまあ、今日も昼間あ、まあ、こうあの制作をこうしながらですね、えー、アトリエで。 えー、なんで,すかでもあのネットでですね、えー、追悼式をね、えー、流しながらですね藻、えー、に服しましたけどね、はいまあ、多分ほとんどの方がそういう一日を過ごされてるんじゃないかなとススあの推測しますあの思います。えー、それでね、えーまあ、当時は確か金曜日でしたね うん、あの僕も当時はですね、えーまあ、レザーももちろん、まあ、まだ今のような状態じゃ、えー、形式ではやってなかったんですけどもあのディスプレイのねあの仕事をしててちょうど展示会とかそういうのの,のお、ねあのー、時期やったんででまあ、僕も当時は監督もしながらですね <laughs>、えー、て撤収作業かなあの、あのー、会場の設営したのを撤収作業の日やったんで、えー、それで夕方ね、えー あのずっと気にしながらあ仕事してあの覚えてるんですね。で当時はまだあの携帯電話かなちょうどあのパカパカ携帯ですよ。でなんかニュースみたいなもうあの電波がもうね混戦しておったから全然連絡もつかないしあのなんかもう写真一枚が出るんがガガガガと大変でうんまああのなんですかライトメールみたいなんでねあの 友達とかあのやっぱり東京とかねあの関東の方に住んでる友達が結構いてるんでね「えー、大丈夫か?」言うてね、えー、連絡入れたりとかねあのしましたね隙間時間にね「うんなんなかえらいこっちになっとるみたいやけど」言うてまあ,あの昼間かなあの2時40分過ぎるぐらいですかね大阪ででもですねあの ままあまあ揺れたんでねあのすごく覚えてるんですねその時結構長いなあと思ってでなんていうんですかね、えー、まあ阪神・淡路の、ね、大震災のあの,えあの何とも言えんかったあのじ地震のことをですねもう経験はです、ねえー、し,してるんでねあもうすごい心配になってね。うんで もう本当にね当時はまあミクシーですよミクシーをやってた頃だれでねミクシーのとつながっている友達とかにもあの電話したりねしましたね、うん。まあそこからねいろんなことありましたがその時に今でも覚えてるんがやっぱりのあの。 なんですかいろいろ自粛やらなんかそういうのがしばらくあったんかなあいろいろねあの会議会とかあ今こんな時期じゃなやったらとか言ってそういうふうなんがあってもう結構ねき,き,き,きつかったですねいろ,いろいろな面でね僕の周りの友達とかでもやっぱこうそあの作家とか職人とか多かったんで、えー、それがね今でも思います思いますねやっぱそ,そういう余波みたいなのが一番なんかこうねあの ダイレクトにに生活に直結しますんで、ね、あのそれ以来僕思いましたね、うん、やっぱりこうなんていうんですかねあの僕気持ちも分かるし僕もあのなんていうかそのボランティアに行ってる友達とかにねし知り合いとかに、えー、いろんなものを渡すとかそういうことしか、まあ、当時はできなかったですけどそれと同時にやっぱりこの自分が住んでるところでですね、えー、精一杯、えー、一日一日をですね、えー あの自分らしくね何、えー、て言うかなあの元気に、えー、生活せないかなって、えー、その時からしばらくは感じましたねはいまあそんな感じで、えー、まあちょっと今日はねそんな日やったんで、えー、そういう話を長ちょっと長かったかな5分ぐらい喋ったんでね、えー、ダーツケースってねダーツですよねダーツケースこの間ねあのこれダーツケース、えー、これね えっとこうあのー、ねちょっと前にオーダー頂い,いてねやっ,とってきたんですけどもあのー、8年9年もう約もうそこそこ10年ぐらい前かな年10年経ってないかな前にもーオーダーが当時あったので、あのー、全然違う方ですけどね。 でダーツケースってまた作れますかあの最近連絡あったんで,でああのもし以前、えー、作ったものでよかったら、まあ、型紙もあればあの僕,で僕のでよかったら是非いいことででやり取りさせてもらってね、えー、さっきの感じ,感じができたんですね、えー、今まだあの手元にありますけどねこんな感じでねでやっぱこう僕もねダーツは あんまりしたこともな,いかな,あな,な,ないことはないか、うん、友達のなんか事務所にあったりとかしてたんでね,ねこうやりましたねでまああの,そ,れのおそういうクラブあのバーみたいなのがあるんでしょうね、うん、あのプールバーのような感じのダーツバーみたいなのがね、うん、でそれで、えー、オリジナルのねあの自分のこう好みのものをこうさしてねこう、まあ、な,なんかこう,いうこういう内装なんですけども。 でパーツをねあのこう刺してであとあの先っちょのね、えー、とこはあのこういうとこにね入れてもらったりでなんかあの会員証みたいなのがあったらここの隙間にねこう入れてここから取り出してもらったり、えー、あと、まあ、あまあちょっとこうお札みたいなのも入れ,れるような感じででまあ,あねえー こういうい感じのオリジナルのねダーツケースっていうのをレザーのね黒赤をいうことがご希望だったんで,で、まあ、こういう形でね、えー、もう本当に久しぶりに制作させていただきましたねあのやっぱりこういろんなあライフスタイルの中でですねやっぱりこ,こだわりっていうのがあやっぱりあ,ある方って素敵じゃないですかやっぱりねなんかこう昨日もそのスノーピークのキャンデーキャンプ行って感じたんですけどもなんかほら最初はまあ あ、あのね、あのビギナーの時からは、あ、そこそこ、あの、なんていうのまずやってみようかなという感じとかね。ギターも、そ僕らもそうやったし、うん、そこからだんだんこう、こう本格的に。ね、なんか、その中にらしさとか、スタイルっていうのが、なんか出てきたりするでしょやっぱりそういう中で、やっぱりこのこだわりっていうのもあったりとか、あ、するわけじゃないですか。やっぱりそういう風うな、でね、えー、一つの、ね、こういう。う のニッチなアイテムではあ,るありますけどもね、えー、こ,ううこだわりのものっていうのをやっぱりこう持ってですねあのこれと同時にこれをね、えー、ずっと使って頂い,いて、えー、なんかこうこれもいい味出してもらってですね、えー、でやっぱこう共にこう人生のねこう経年変化を楽しこの皮の経年変化を楽しんでいただきながらですね、えー、キャリアを積み上げて、えー、ダーツも <laughs> えーあのうまくなってもらいたいしね。 うん、なんかそこに、えー、喜びとかあ感動とかあなんかこうね気持ちが上がるっていうかそういうふうなのに、ね、少しでもねなんかこうボブ・イア・トレーザーもお役に立てればあいいなって思いましたね。はいまあ、そんな感じでね、えー、今日はあ、まあ、短い時間でありましたけどもおーダーツケースのねお話作品の話ということで、ねえー、そういうお話をさせていただきました。ねえーまたあ 明日,明後日,明後日と、まあさって明日さってと週末にかけてですねまあわりかしパーソナルなというかあ個人的な趣味とかあそういう面をね、えー、の展開になりますけどもね、えーまあ、また、えーえー、なんかこう時間が僕もあればあこうやって、えー、カメラの前でですねお話しさせていただきますんでね、えー、またお付き合いいただければ幸いです。それでは またお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。バ